東日本大震災後初めて開設される石巻市雄勝町の荒浜海水浴場で砂浜の清掃活動が行われましたきょうは地域住民や市の職員などおよそ30人が冷気やスコップを使って海岸に打ち上げられた木の枝などを拾いました荒浜海水浴場は多いときで1万人を超える海水浴客でにぎわいましたが震災で 防潮堤や更衣室などが壊れました再開にあたり高さ8 4メートルの防潮堤を整備したほか、更衣室やシャワー室も新設し今月22日にオープンします。石巻市では震災以来13年ぶりに 市が運営する5か所すべての海水浴場が開設されます。